私は普段ですね、ライブ配信を、数々いろいろな切り口から取り組んでいますけれども、いきなり私の今のこの、配信システムが出来上がったわけではなくて、ここに至るまでどういった経緯があったかというところのシステムの遍歴というところからまずはお話をしていきたいなと。これがですね、2014年のオンラインセミナーを行うために組んだ最初のシステムになります。ちょっと簡単にご説明をしていきましょうか。このカメラ3台というのが、それぞれ出演者を抑えるカメラになります。で、なぜ1台じゃなくて3台使ってるのかというのは、やはり映像的な表現をより豊かにすると、見てる人に飽きない工夫というところで、カメラのスイッチングと呼ばれる切り替えを用いて映像を表現するということを行うためにカメラを3台用意しました。そしてカメラの映像信号を取りまとめるのがセンターにある、VR3EX というビデオミキサーになります。これは4つの映像入力をそれぞれスイッチングしたりミキシングできる装置で、そこでミキシングされた映像および音声がその下にある。これがセレボのライブシェル。こちらでインターネット上にライブ配信されると。で、私のちょうど真上、ここにノートパソコンと、あとはディスプレイがありますが、これはですね、ノートパソコンのいわゆるスライド映像、演者の後ろに配置するディスプレイにも映像を送り、かつビデオミキサーにも送ることで、カメラの中のスクリーンプラスパソコンのスライドだけといったような、どちらにも対応できるような形でシステムを組みました。これが2014年ですね。さらに、ここからですね、アップデートをしていくことになります。ちょうど2019年ですね。これがかなり私たちにとって一番大きなシステムの入れ替えが行われた時なんですが、ちょうどライブ配信セミナー現場学校というコンテンツを作った時のシステムになります。左側に4台のカメラが並んでますけども、これがミラーレスの一眼カメラですね。その一眼カメラで捉えた映像をビデオミキサーに送ると。まずビデオミキサーがここでですね、2台に増えています。で、これなぜ2台に増えたかというと、当時使ってたビデオミキサーは4つの入力、映像入力にしか対応してなかったので、それを物理的に増やしたいというところで、カメラ4台プラス iPad の映像、そしてパソコンの映像という映像ソースを6個入力させるために2つのビデオミキサーを使用してました。で、その映像をミキシングかつ、音声をミキシングしたものを、これが先ほどのセレボのライブシェルの上位機種になりまして、ライブシェル X と呼ばれるものになりますが、そこで映像および音声信号がインターネット上にライブ配信映像として配信される構成になっています。で、先ほどお見せしたこのセレボのライブシェルプロとライブシェル X の違いですが、いわゆる映像の画質、かなり大きく変わりました。より良くなったというところですね。で、さらに、この映像信号をですね、インターネット上に流すのと同時に、流れている映像を同時にモニターするということをここで行うために、分配器を入れて2つの HDMI のモニターに出しています。で、これがかなり重要な役割なんですが、当時2019年の前半に行ったライブ配信セミナーは、いわゆるビデオやオーディオのオペレーションを行うスタッフ側が見る開始モニターと、出演いただいた講師の方が見るモニターという2種類が必要だったので、分配器を用意してそれぞれ HDMI モニターに出力しています。さらにこの iPad は何をしているかというと、現場学校を行ってた時、前半と後半で動画を再生するという、いわゆる映像のポン出しを行う必要があったので、その映像を再生するための装置として当時 iPad を使っていました。そう考えると、この時の配信システムがかなり複雑な構成になったというところですね。で、ここからさらにライブ配信システムが変わっていくんですけど、この2019年の時に、映像表現として自分たちがやりたいことっていうのがある程度いろいろな機材を組み合わせることでできたなと
いうところに至ってから、2020年企業に出向いて出張のライブ配信を行うためのシステムになります。音声をよりクリアに撮ろうというところと、あとはそれぞれの演者の音声を全部、バラバラで音声ファイルとして撮影データを残そうという目的からビデオミキサープラスオーディオミキサーというのをここで、新たに導入をしました。でさらにもう一つ用意したライブ配信のシステムというのがあって、これがですね、左上プライベート配信と書いてますが、今まさに行っているこの私のプライベート空間、まあ、つまりは自宅ですけれども、このライブ配信のシステムになります。これをちょっとご説明をしていくと、ノートパソコン、そして一眼のミラーレス一眼のカメラプラス iPad、 そして iPhone、 そしてもう一台ノートパソコンという映像ソースを真ん中のビデオミキサーでミキシングをしています。そしてその上にあるこれが2014年はビデオミキサーとして使用してたんですが、これは実は現在オーディオミキサーとして使用しています。で、私のこのプライベート空間のライブ配信は配信のエンコーダーというものをソフトウェアで行ってます。この iMac 上にインストールされた eCam Live という配信ソフトウェアでライブ配信を行っている。で、このプライベート配信は実はカメラは一眼カメラは1台しか使ってなくて、 iPhone のカメラがワイヤレスで映像ソースとして飛んできて、それらをそれぞれミキシングして今のこのライブ配信をしていると。つまり何を言いたいかというと、ハードウェアのビデオスイッチャー、ビデオミキサープラスパソコン上でも実はスイッチングをしているという、まあ、非常にですね複雑な状況なんですが、ハードウェアだけで全てが完結できるっちゃできるし、ソフトウェアだけで全てが完結できるっちゃできるところなんですが、それぞれやっぱり良し悪しがあると、良し悪しだったり、あとは持ち味があるというところで、そのいいとこ取りをしているというところになりますかね。ここからはこのシステムをさらにさらに具体的に細かく砕きながら徹底解説をしていきたいと思います。